なんだいこれはベル君。ラッキーブロックです。いやそれはわかるんだけども、私の知ってるラッキーブロックの見た目じゃないんだよな。そうですね。今回は特殊なラッキーブロックを用意したので。やっぱり普通のラッキーブロックじゃないみたいだ。ということで今回はこのラッキーブロックを使用して、いろんなボスを倒していきましょう。エンドラやウィザーはもちろんですが、今回は新たな強敵が主さんに立ちはだかるでしょうね。新ボス登場の予感だな。おおよその強さとかはわかってる感じ？いや、全く見当つかないです。現時点で言えることは、その新ボスは、エンドラやウィザーよりも圧倒的に強いです。そういうタイプのボス来ちゃったか。では主さん、早速ラッキーブロックを壊していきましょうか。ちなみに今回のラッキーブロックは、ラッキーブロックマーズというものですね。マーズって火星って意味だよね。そうですね。まさに宇宙のように、無限に匹敵する力を持つラッキーブロックです。絶対ヤバいタイプのラッキーブロックじゃん。でも今のところ普通のラッキーブロックだな。こういうギミックも元からあったし、こういう大量の鉱石が出てくるのはラッキーブロックにはありがちだからね。今回はありがちなもので終わらないので安心してください。逆に不安になるんですけど。はい、主さん、早速いいの出てきましたね。見たことのないレギンスが出てきたな。なんだこれ。このレギンスはあなたがこれまで感じたことのない力を与えますって説明あるな。絶対ヤバいやつじゃんこれ。最初からエンチャントがついている防具は基本ヤバい性能ですからね。いやいやちょっと待ってくれ。レギンス履いただけで防御ゲージマックスになっちまったが、どうもアゲパンセブンでございます。いやいきなりこんなヤバそうな防具出てきちゃう感じか。これを基準に新ボスの強さが調整されてるって考えると、そりゃエンドラやウィザーよりも圧倒的に強いわけだ。新ボスには期待してくださいね主さん。僕もいまいちわかってないですけど。それが一番心配なんだよ。そしてなんだ？このチェストの中にあるアイテム、基本初見なんだけど。食料や武器ですね。お主さん早速いい感じの武器を手に入れましたね。いい感じどころのレベルじゃないだろこれ。いきなり攻撃力13000の剣をゲットしちまったが、ていうかこの取ってつけたかのような3は何なんだよ。HP100000002のボスをワンパンできるように調整されたのかもしれないですね。いやどんなボスだよそれ。特に特殊能力があるわけでもなさそうだから、純粋にとんでもない攻撃力を持つ剣ってことか。わかったことは一つ。このラッキーブロックはやばい。そんでまたやばそうな防具出てきたなこれ。装着しただけでエフェクトが追加されましたね。そして周りには火花の演出と、うん絶対ヤバい防具だねこれ。ただ、ラッキーブロックを見ていく上でこの火花は邪魔だからな。この防具は外しておこう。周りの火花というなかなかない理由で防具外しましたね。ボスと戦う時とかは役に立つんだろうけどね。またヤバそうな武器出てきたわ。これまた攻撃力ヤバそうだな。なんなのこれ？もうヤバいとか通り越して、なんなのこれ？なんなのこれ？これは剣です。違います。さっき攻撃力100万の剣が出てきたばっかりなのにさ、それを大幅に超えてくるなよ。桁数多すぎて攻撃力わからないわ。誰か数えておいてください。また火花散る系の防具だわ。詳しい防御力とかは見えないからわからないけど、確実に防御力も凄まじいことになってるよねこれ。それはそうでしょうね。なんせ剣があれですからね。ここまであたりでこんなすごい装備が出てきてるけどさ、その分ハズレとかもヤバそうじゃない？ブラックホールとか出てきそうだけど大丈夫？それすらも期待してしまうのがこのラッキーブロックマーズです。また別の見た目の防具が出てきたな。これはまた何の説明もないな。今回の企画に限っては、何の説明もないアイテムが一番ヤバい説があるからな。いやもう全部ヤバいわ。投げやりになり始める主さん。今度はヤバそうなブロック出てきたぞ。どうやらダイヤツルハシで壊せるみたいだな。そんでこういう紫で説明書かれてるやつは大抵ヤバいものなのよ。出てくるアイテムが強すぎて原木とか出てこないからな。逆に原木とかがレアに見えてきたわ。これがチート系企画をやると稀に発生する。レアド楽天現象です。ということでダイヤツルハシ作成完了。この剣で採掘速度とか速くなるのかなと思ったけど。いやガラスの耐久力かよ。このブロックかっこいいな。壊したらとてもヤバそうなことが起きそうです。なんも起きんのかい。電気モリモリたー。ダイヤチェストプレイとか、ハズレだな。いやダイヤ装備ハズレとか普通に考えてヤバいですよね。それ自分で言ってる途中に思ったわ。エンダーパールも出てきてくれるのはいいね。エンドに行くサポートもしてくれるのか。このラッキーブロックの網羅範囲広いな。今度はポップコーンが出てきました。映画のお供としても大活躍だなこのラッキーブロック。いや普通に買ってください。これまたヤバそうなポーションが出てきたな。今回ヤバいって何回言うんだろうな。一つの動画での使用回数記録更新しそうですね。
これまで何回かヤバい系企画やってきたけど、今回のヤバさは頭一つ抜けてヤバいな。これはほらもうこの数秒間で何回ヤバい使ったんだよ。うわぁ、こういうラッキーブロックらしい要素も兼ね備えていますね。別に備えてなくていいです。まあヤバい防具のおかげでノーダメージだったけど、ほらまたヤバい使っ、ヤバい無限ループだもん。この雷演出が起きながら出てくるアイテムっていうのは、絶対ヤバいやつなんだよね。最大体力プラス1000って書いてありますね。いやたくさん HP が追加されちゃうとさ、真ん中見えなくなっちゃうのよ。ということでこれも外させてもらいます。今回特殊な原因で防具外すの多いですね。そしてまた嫌がらせ爆発と。お、なんだなんだ、鉄ブロックを中心に、ソウルサンドができていって、角にはグロウストーンができて、一周したけど、こわー。しばらく壊して相変わらずヤバい防具とか出てたけど、なんか光線銃みたいなの拾ってたわ。いや見るからにめっちゃ強い銃でしょこれ。いやマネ鉄砲かい。もうちょっとなんかピストルみたいな感じかと思ったけど、すんごく弱そうじゃんこれ。しかしあのラッキーブロックから出てきたものですからね。見た目に反してとんでもない強さなのかもしれないですよ。今度は攻撃力20万の剣です。いやーでもそんなに高くはないかなー。確かにそうですねー。見た目かなりいかついわ。やばい装備だけじゃなく、こういう感じに宇宙に関係するアイテムも出てきて、こういうところにマーズらしさを感じました。それじゃあ残りのラッキーブロックもちゃちゃっと壊そうか。とりあえずもう、やばいのがとにかく出てくるってわかったし、まだ新しいの出てくるか。リンゴだけでもかなりの種類出てきますねこれ。さっき食べたダイヤのリンゴの方がすごかったな。おし、これでインドラとイザーと戦う準備ができたな。では激闘に向かいます。そもそも激闘になるかどうかわからないですけど。え、何今の音。普段のエンドでは絶対聞かないような音が聞こえたけど。まさかもう新ボスいるの。エンドラと共闘パターン。いえ、ボスとかではないですけど、どうやらエンドに今までとは違う敵もいるみたいですね。ひとまずエンドラを倒すのが目的なので、エンドラ討伐に集中しますか。いやいやいや絶対なんかいるでしょ。そんでこの豆鉄砲くっぴょ。謎の音は聞こえますけど、特に主さんに攻撃してきているわけでもないですね。いや今攻撃してきたことない。ほら今、見えない何かがこのエンドにはいるぞ。怖い怖い、いつからエンドはホラー要素満載になってたんだ。とりあえず、早く豆鉄砲でインドラを倒して帰ろう。この得体の知れない物体の正体を突き止めなくていいんですか？いいんです。ちょっと待ってくれ、視界がおかしくなってきた。どういうことだ。エンダーマンのエフェクトまとってるわ。見えない敵モブがいるんだわ。それだけわかればいいです。はいお邪魔しましたー。エンドラ戦があれだったから、ウィザー戦も心配なんですけど。エンドラ自体は普通でしたから、おそらくウィザーも大丈夫だとは思いますけど、また得体の知れないものに攻撃されたら嫌ですね。いやこの豆鉄砲強いよ。これは世界最強の豆鉄砲なのっていいね。一発で大体100ダメージで。それをこんな感じに速射できますからね。これは FPS ゲームに持っていきたいわ。ウィザー戦は特に問題なかったわ。ということで、エンドラ戦はちょっとホラー要素ありましたけど、両者倒すことができましたね。では、新ボスに参りましょうか主さん。怖いな、どんなボスなんだろ。これがそのボスのスポーンエッグです。名前はオーバーロード。日本語の意味は、大権力者です。いや絶対強いやつじゃん。エンドラとイザーを比較にしない方がいいですよ。おし、ここで火花防具をつけて戦闘開始だ。そんで早速なんか狙い定められてるんだよな。あの宙に浮いてるやつか。でも特に攻撃はされてないけど、チャージしてたのか。いや普通にダメージ与えてくるじゃん。これは HP 増大させる防具でいかないとやられるやつだ。やられたんだけど、防具一つで防御ゲージマックスになるような防具を、フル装備でつけてるんだぜ。それで倒されるってどんだけ攻撃力高いんだよ。あの黒いやつが本体で、周りに浮いてる四角い物体が攻撃してくるんだけど、豆鉄砲じゃ全くダメージ入んないのか。遠距離攻撃は無効ってわけか。とりあえずあの四角いやつを倒さないとそもそも近づけない。ノックバック性能がヤバすぎる。一度チャージが終わるとひたすらノックバックされてしまいますね。本体にはダメージ入らないですけど、四角い物体になら豆鉄砲でもダメージは入るみたいですよ。チャージ途中に破壊してしまえばいいのか。とりあえず四角い物体を破壊だな。よしオッケー。これで本体にダメージを与えれるけど、ちょっと待て、今攻撃してる武器桁数がわからないほど攻撃力高いやつだぞ。そんでダメージ通らなくなったし、なんだこの化け物は。四角い物体は一定時間経過すると復活するようですね。その物体がある限り、本体にはダメージが入らないと。これは厄介すぎる。しかも豆鉄砲一発でこの四角いの倒せないんだよ。
数発のダメージ判定で倒せたから、この四角いやつだけで HP エンドラ並みかそれ以上にあるぞ。ていうかこの本体の HP どんだけあるんだよ。ダイヤ剣じゃ到底ダメージが入らないような体力ですね。そんでまた四角い物体が出てきた。この繰り返しっぽいな。ラッキーブロックマーズから出てきた防具で、敵の攻撃のダメージは入ってないようですね。オーバーロードよ、相手にした敵が悪かったな。いや予想以上の敵が出てきたわ。これはチート防具に救われたわ。まだ主さん終わってないですよ。なんだ、なんか虫みたいなのが残ってるのか。2体分いるみたいだけど別に大したことはないっちょ。と待って、まだ終わりじゃないのか。どうやら第2形態があるようですね。形態変化系のボスかよ。さっきとは打って変わって全く別物のモンスターじゃないか。でも名前は同じオーバーロードだな。そして相変わらず豆鉄砲は効かないか。さっきの剣でまたゴリ押ししかないですね。何度か攻撃は食らってるけどこっちはノーダメージ。こっちの防具も相変わらずチート性能だな。どうした、いきなりめっちゃ震え始めて。でも普通にダメージ与えれる式にせず攻撃するわ。だからなんでそんな HP ありまくってんだよ。でもさっきみたいにダメージ無効とかにはなってないから、これは普通に倒せそうだわ。防御リミッターを解除して決死の特攻ってことだったのか。また HP ゲージ更新されたんだが。まだ次の形態があるということですね。また全然違う姿になったし、どんだけ変身すれば気が済むんだ。ウッパペル君これはやばいわ。剣でもダメージが通らない。いや主さん、諦めずに攻撃しましょう。必ず何か突破口があるはずです。でもこのままひたすら殴り続けていいものな。殴り続けてたらダメージ入るようになったわ。なんかめちゃくちゃされてるけど、とにかく剣振ってれば、どんどんダメージ入ってってるから剣振りまくっとけ私。画面がもうカオス状態ですけど、とにかく主さんとオーバーロードの攻撃が続いています。主さんはとにかく左クリックしているだけです。今度こそ終わりか。システム停止みたいな感じで音が鳴ってたけど、討伐完了です主さん。めっちゃ疲れました。今までいろんな敵モンスターと戦ってきたけど、インパクト、強さともにトップクラスだわ。いや、こっちの防具がチートすぎてあんまり伝わってないけどね。オーバーロードの最終形態に関しては、ちょっとの時間でこの地面の削りようだからな。マナイタやアバリキアに続いて、また新たなチートアイテムを見つけてしまいましたね。このゲームどんだけチートアイテムあるんだよ。ということで、今後もチート系企画を見たいという人は、高評価とチャンネル登録忘れずにね。にしても今回すごい企画だったな。